明治神宮野球場です。東京ヤクルトスワローズ対読売ジャイアンツ13回戦の模様をお送りしてまいります。スワローズの先発は右の斉藤、対するジャイアンツの先発は今村、以上の両先発。さあ、まもなく試合開始となります。さあ、注目の立ち上がり、ジャイアンツの攻撃。先頭バッターはカール、投げました。ストライク、1球目ストライクから投げました。チェンジアップに打ってストライク。第3球を投げた。157キロ直球、空振り三振。斉藤ナイスピッチング。バッターは藤村、初球はカットボール空振り、これは完全に振り遅れ。投げた、2球目はストライク。早くも追い込みました。投げた、ボール、カウント1ボール2ストライク。投げた、内角ボール球打った、これは内野ゴロ、アウト。これで2アウト、ランナーありません。バッター関谷、投げた、ボール、ここはよく選びました。投げた、変化球ストライク、インローへ。第3球を投げました、ストレートに送ってストライク。第4球を投げました、ボール、カウントは2ボール2ストライク。打った、3塁線のゴロ、サードから1塁送球、アウト。3アウトチェンジ。斉藤、今日は上々の立ち上がりです。ジャイアンツスコアボードにゼロの文字が入ります。これからジャイアンツの攻撃に入ります。バッターボックスは石谷、現在の打率は2割6分3厘。第2球投げました、直球ストライク、インローへ。バッター追い込まれました。投げました、一つ外した、ボール、カウント1ボール2ストライク。投げました、変化球、空振り三振。低めの変化球でスイングアウトを取りました。投げました、まっすぐ見送ってストライク。いきなり151キロ、投げた、ボール、カウント1ボール1ストライク。投げた、まっすぐ空振り、バッター追い込まれました。投げた、空振り三振、バッターアウト。低めの変化球でスイングアウトを取りました。投げた、初球決まってストライク、伸びのあるストレート。投げた、打ちました、ピッチャー返し、細竹ヒットを放ちました。さあ、ツーアウトから先制のランナーが出ました。投げた、初球見送ってストライク、いきなり150キロ、一塁タッチセーフ。第2球投げました、アウトロー、外れてボール、わずかに外れました。打った、バットが折れた。斉藤、ボールを取る、アウト。スリーアウトチェンジ。一塁ランナー細竹、残塁に終わりました。バッターは斉藤。第1球投げました、初球外れても。第2球ランナースタートを切った、打ちました、ヒットエンドラン、打球はレフトの左へ、ヒット。斉藤一塁蹴って二塁へ、バックホーム、間に合うかどうか。斉藤ツーベースヒット。これからジャイアンツの攻撃に入ります。バッターアバン、投げました、打った、バットが折れました。山田掴んだ、セカンドから一塁送球、これでワンアウト、ランナーはありません。バッターボックスは今村、投げました、カーブ見送ってストライク。第2球投げました、直球ストライク、アウトローへ。ポンポンとストライクを取ってきました。投げました、変化球、空振り三振。今村、全くタイミングが合いません。バッターはカール、今日の第1打席はスイングアウト。さあ、次の投球、投げた、変化球ストライク、インハイへ。バッター追い込まれました。投げた、一つ外してボール、カウント1ボール2ストライク。投げた、打ちました、
山田ボールを掴んだ、アウト、スリーアウトチェンジ。斉藤この回きれいに3人で打ち取りました。3回の表が終わって2対0。試合はこれから中盤4回に入ります。バッター藤村、最初のバッターボックスは内野ゴロに倒れています。投げた、ボール、カウントは1ボール1ストライクです。投げた、ストライク、胸元厳しいボール、投げた、投球これから5球目。内角低めいっぱい、見逃し三振、内角低めいっぱいに決まった。投げました、1球目ストレート空振り、いきなり153キロ。投げました、カットボールはボール、カウント1ボール1ストライク。投げました、3球目空振り。さあ4球目、空振り三振。続くバッターは石谷、第1打席はスイングアウトの三振に倒れています。ボール、まずはアウトロー、これはわずかに外れています。内角高めいっぱいストライク、伸びのあるストレート、投げました、カットボール空振り。バッター追い込まれました。外、外れてボール、外角外れて2ボール2ストライク。投げました、アウトコース、カットボール外れてボール、外角外れて3ボール2ストライク。インコース高めいっぱい、見逃し三振、内角高めいっぱいに決まった。斉藤ここまできっちり1アウト。これからジャイアンツの攻撃に入ります。バッターボックスは坂本、今日の第1打席はスイングアウト。さあ次の投球、投げました、これは見送ってボール、ツーシーム外れてワンボールワンストライク。投げた、打った、一二塁間のゴロ、グレン取った、斉藤取ってアウト、これでワンアウト、ランナーはありません。バッターは細竹、現在の打率は2割5分8厘。投げた、見送ってストライク、バッター追い込まれました。投げた、空振り三振、細竹全くタイミングが合いません。バッター太田、最初のバッターボックスはメジャーゴロに倒れています。1球目空振りから、第2球投げた、打ちました、打ち返した打球はセンターへのフライ。ジャイアンツ3人で攻撃が終わっています。5回の表が終わって2対0、スワローズ2点リードは変わりません。第1球投げた、流し打ち、どうだ、ファール、投球これから2球目、いったー、一直線、入った入った、ホームラン、第21号、ソロホームラン、レフトスタンドへ吸い込まれていった、ストレートを狙い打ち、3対0、スワローズリードを3点に広げます。試合は後半6回に入ります。バッターボックスはアバン、最初のバッターボックスは内野ゴロに倒れています。投げた、決まった、ストライク、バッター追い込まれました。外角高めボール、カウント1ボール2ストライク、投げました、ボール、カウント2ボール2ストライクです。投げました、外角低め1回、見逃し三振、ギリギリのところに決まった。投げました、初球はストライク、初球まずは入れてきました、投げました、2球目はストライク、早くも追い込んでいます。153キロ直球、空振り三振、今村3球三振。そして続くバッターカール、今日は三振とセカンドゴロ。投げました、ボール、カウント1ボール1ストライク、空振り、次は4球目、投げました、アウトコース低めいっぱい、見逃し三振。ジャイアンツまたも三者凡退に終わりました。ゲームはいよいよ終盤戦に突入します。バッターは藤村、今日はサードゴロと三振。第2球打ちました、ボテボテのショートゴロ、アウト、これでワンアウト、ランナーはありません。バッター関谷、今日はサードゴロと三振。初球決まった、ストライク、まずは初球決めてきました。投げた、インロー際どい球、ボール、カウント1ボール1ストライク、外角低めいっぱいストライク。バッター追い込まれました、カットボール、空振り三振。バッターボックスは石谷、ここまで2打席連続三振。投げた、初球を打った、ボテボテの当たりはショートゴロ、ショートから一塁送球、アウト、スリーアウトチェンジ。さあ夜空高く花火が打ち上げられました。先ほどホームランの斉藤、第9球投げた、低め、ボール、わずかに外れてワンボール。投げた、見送ってストライク、
第3球を投げた、引っ張った、レフトの左、ファールボール。投球これから4球目、打ちました、いい当たり、ダメ押しのホームランとなるか。石谷見上げたホームラン、第22号ソロホームラン、斉藤これで2打席連続のホームラン、ストレートを完璧に捉えました。思わぬところで一発を食らいました。5対0。これからジャイアンツの攻撃に入ります。バッターは坂本、今日は三振とファーストゴロ。初球空振り、初球空振りから第2球投げた、見送ってストライク、追い込んでから第3球を投げました、打ちました、梶谷バックしていった、ヒット、坂本ヒットを放ちました、初安打。バッター細竹、現在の打率は2割5分7厘。もう一度一塁牽制球です、タッチはセーフ。第9初球から打ってった、打球はレフトの左へ、ヒットになります。細竹ヒットを放ちました。さあノーアウトランナー一塁三塁とチャンスを広げました。チャンスをものにできるか。ストライク、149キロストレート、打ちました、三遊間の当たり、破っていった。ジャイアンツようやく1点を返しました。太田やりました。ゲームセット、スワローズ見事勝利を収めました。さて本日のヒーローは斉藤、本当に今日は